誕生日に贈る言葉。1月14日生まれの指導力のあるあなたに、キキ物語。1月14日生まれのあなた、お誕生日おめでとう。この日に生まれたあなたは気さくで実行力があり、仕事熱心です。直感力、想像力とともに健全な良識も備わっています。人を引きつける魅力は、持ち前の指導力も相まって、あなたの対人能力を高めています。論理的な思考力と想像力を持ち、知識を重んじるあなたは賢く、独立心の強い野心家で、人生に大きな成功をもたらす素晴らしい才能を持っています。ただし、マイナス思考は運気をダウンさせる原因になるので注意しましょう。支配性である乙女座からも影響を受けるため、几帳面で細部にこだわった丁寧な仕事をします。基本的に内気で控えめな性格ですが、コミュニケーション能力に優れ、物事の核心をズバリとつくことのできます。少し完璧主義的なところもあり、用心しすぎ深刻になりすぎないようにしましょう。新しい考えを取り入れた発明の才があり、自分の独創性を人に伝えたいと思っています。自由主義で束縛を嫌うため、時々頑固になったり天の弱になったりすることもあります。行動的で頭の回転が早く、退屈を嫌うため、新しいことをいろいろと経験したがりますが、落ち着きのない衝動的な行動は控えた方が無難です。太陽が水瓶座を通過する7歳から36歳までは、自立への欲求が強くなり、また友情やグループ活動に対する関心が高まります。独自の考えを表現し、いろいろなことに挑戦したくなるでしょう。太陽が魚座に入る37歳になると、感受性や感情的な欲求に対する意識が高まります。先を見通すセンスのあるあなたは、理想主義者として崇高な目標を追い求めるようになるでしょう。1月14日の誕生花はブルーデイジー。花言葉は恵まれて。ラムサからの今日のメッセージ。あなたが出会う障害物の正体は、あなたが作り出した思念のエネルギーなのだ。我々はこの気づきを通して、障害物を取り去り、神の愛を自己に与えなければならない。神とは与えることである、愛である、喜びである。それでは、あなたにとって大切な今日のこの一日、健やかに過ごせますように。